ジャイアのくせに生意気なんだよ。なんでお前がいるんだよ。どう？ドラえもん。のび太くん。四次元ポケットのないお前はガラクタだ。静香ちゃんの言う通り、ポケットのない僕は土管に閉じこもり、ひたすらゲームをしたり、土から出てきたセミをひたすら穴に戻したりするだけの社会不適合ロボットだった。でも今は違う。のび太くん、ポケットの奥のスイッチを押すんだ。お、これは。のび太くん、君はクソだ。だがドラえもん、なんかよくわからないけど、なんかすごいよ。どうすればいいんだ？だが、僕を派遣した君の孫の孫は目的者だ。 NHK 教育とか言ったっけ、始めよっか。戦争ブータンです。パワーンだぜ。次回は僕たちの出番だね。最終回だろうな。のび太たちの努力は決して無駄にはしない。全力でぶっ飛ばす。